はい、皆さんこんにちは、マスクマンです。今回は、群馬県の某所に来ています。有名な場所なのでこちらの映像を見て多分分かってしまうとは思うんですけども、とりあえず伏せておきます。まあ野鳥が非常に多くいる場所なのでちょっと期待しています。場所に近づいてきました。声が結構しますね。これは、大御所がいる予感がします。この場所はまあ暑いんですけど、何だろう、普通の大森と違ってそこまで暑いって感じはしないですね。非常に快適に近いです。今行ってる途中は、まあ、野鳥の声は全くしないですね。いるのかな、ちょっと心配になってきましたけど、今この森の中には野鳥の声がしません、全く。この場所はそんなに駐車場から離れてもないので目的地まで多分普通の人が歩いて15分ぐらいだそうです、看板見ると。なので、まあ、道もご覧の通りそんなに悪くないので非常に良い観光地なんですけども、ちょっと古くから有名なので結構その撮影する場所は大御所の方たちがたくさんいるってのがそこハードルになりますかね。目的地に近づいてきました。前はこの左側の岩のところにも人がたくさんいたんですけど今いないですね。鳥が来なくなっちゃったのかな。あ、これは濃いメンバーがいる旅館マスル。これは大丈夫かな、しょうがないんですけど。うわぁ、これは、これはどうも、これは大御所がいっぱいいますね。まあ、しょうがないです。それでは。早速撮影に入りたいと思います。早速いたんですけど間違ってたらすいません。チビタキのメスですかね、ちょっと若めの、遠すぎてわからないんですけど多分チビタキのメスかなと。これも、ごめんなさい。これは山ならの幼鳥ですかね。で、これは黒つぐにですね。これは間違いないです。特徴があるんで。黒つぐみが非常に多いですね。なんか黒つぐみが5分おきに来るぐらい多いですね。本当にしょっちゅう来ます。
これは仙台虫食いだと思います。カブ、これはアカゲラですね。アカゲラの水浴び初めて見ました。なんかちょっと前に青ゲラもいたみたいなんですけど、ちょっとそこは見逃しちゃったんですけど、アカゲラはじっくりこうやって見ることができました。本当にこの長い時間水浴びしてました。アカゲラがすごい長いですね。ちょっと遠くと分からないんです。多分黒粒ミニ幼鳥かなと思うんですけど、コメントください。かなぁ、これもそうなのかなぁ、ちょっと難しいですね。多分これも黒粒にだと思います。ちょっと遠くて微妙なんですけど、多分コルリかな、コルリだと思います。はい、多分結構あの木の方にもたくさんの野鳥がいました。後で写真で見せるんですけども、ホイホイホイって鳴く鳥もしてましたね。カメラで見てみると本当に水が綺麗なんですよね。離れてみると結構黒いというか汚れてるように見えるんですが、カメラで見ると、透き通ってるんですよ。非常に野鳥にとってみればいい環境なんだなと改めて思いました。本当に黒つぐみ多いな好きなんだな水浴び。大鳥の幼鳥がいました。綺麗ですね。ピントが合ってないですが、撮れてよかったです。ということで、そろそろ遅くなったので帰ろうと思います。最後にリリーさんが撮った写真を見ながらお別れです。ご視聴ありがとうございました。